皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。毎日 YouTuber として頑張っております。はい、今日はですね、今日チャレンジする一曲は2000年の9月の2日にリリースされました、ずっと前からリクエストいただいておりました、エゴラッピンさんの3枚目のミニアルバムに入っています色彩のブルースにチャレンジしてみたいと思います。はい、ね、こちらの曲はですね、地元にあります河畔公園で撮影していた時にたまたま知り合った方に、あの好きなアーティストいますかって言ったら、エゴラッピンさんが好きですって言われてたんですけれども、松かなにチャレンジできるかなと思って、あのずっとね歌ってなかったんですけれども、と思います。こちら作詞作曲がですね、中野義恵さんっていうね大阪の方です、ね、インディーズとしては最後のアルバムだったんですけれども、なんと FM 局の曲問い合わせ件数や外資系レコード店のインディーズチャートで1位を獲得するなど、世間の注目を、まあ、インディーズ時代にね集めてたということでね、すごいかっこいい曲なので、チャレンジしてみたいと思います。サビだけなんですけれども、聴いてください。色彩のブルース。鉛の指から流れるメロディ、激しく染める光の渦、明かりの泣いている、吐息に甘えさせて吐き出す言葉に熱いメロディー、切なく蘇るデジャブの香り、心を溶かす色彩囁いた吐息が眠る間で、ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやードキドキしたけど一発 OK かな。ねえ、なんかこういうかっこいい曲も歌いこなせるようなねシンガーになりたいですね。いや本当でもジャズとかかっこいいですよね、このブルースとか。ねえ、ね、一日一曲ね、でもチャレンジしていければなと思います。はい、ぜひ明日も松かなチャンネルに遊びに来てください。それではまた明日。